皆様こんにちは。東京家政学院大学学長の高野です。2080分の1ストーリーズは、さまざまな話題について学生さんと私が1対1で語り合います。本日は北澤さん、よろしくお願いいたします。お願いします。簡単に自己紹介お願いします。はい、東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科2年の北澤です。本日はよろしくお願いします。本日のテーマなんですけれども、時間の、使い方といいましょうか、ちょっと時間というものをテーマにするということでご提案いただきました。いかがでしょうか。このテーマを挙げてくださった理由などありますか。はい、私はそうですね、時間がありすぎたりすると結構本当にやらなくてはいけないことがたくさんあってもそれを後回しにしてしまって一日終わった時になんかものすごい後悔をするという経験を何回もしていまして、なんかそうやらなくちゃいけないことがたくさんあった時なのにどういうふうに学長はこう時間を使ってそれをこなしていくのかというのをお聞きしたくて今回こういうテーマにしました。はい、わかりました。時間の使い方というのは私にとってもとても難しい、課題ですね。で、今おっしゃられたやることがいっぱいある、だけどなかなかやる気がこう起きないということを私もたくさん経験してきました。で、一つの解決策は自分をその環境に追い込むといいましょうか、そこに持っていくということで、一番、いくつかやっている中の一つは例えばですね、本当に仕事をやらなければいけないという時には仕事場に行くっていうパターンです。それは大学とか会社とかそういったところで、その休日にしても、夜はあまり行きませんけれども休日などでも使用が許可されている場合、そういう場合は有効ですね。例えば私が、若い頃学会の発表の締め切りがあって、用紙を書かなければいけないとか、そういう時にはやっぱり自宅だとあまりこう気が乗らないわけなんですけれども、研究室に行けばもうグッと入り込める、っていうようなやり方でやることをやるっていうのを解決することは、たくさん経験してきましたね。環境ごと変えて、そういうスイッチをもう上げてそうですね。ということですね。で、また逆にもしも急ぐって言っても多少余裕があるんでしたら、休みの日とかそういう日はもう思いっきりリラックスしてしまうと、今日は休むってリラックスしてしまうっていうことでまたその翌日に急がばるみたいな、そんなやり方もあるのではないかと思います。しっかりもう休みの日としっかりやる日とかも環境も完全に区別をしてやることで集中してできるそうですね。はい、ありがとうございます。そうでないケースもありますけどね、そういうところに行けなくってでもやらなければならないっていう時もあるので、そういう時の一つのやり方は例えばタイマーを使うですね。ある時間を決めてとにかくやると、やりきれなかったらまた少し休憩して、それからまたタイマーで1時間なり1時間頑張るというふうにやるとか、いろんなところで言われている方法なんですけれども、そんなことを活用することもありますね。最大でもそのタイマーは1時間ぐらいで必ず区切ってやっていますか、それともだいたいこの作業を終わらせるにはこのぐらいの時間かかりそうだなと思って、長ければ長くセットしています。タイマー使うときはそこまで長くしてもあまり意味がないので、最初はやっぱり60分か長くても90分でしょうかね。その皆さんの授業とだいたい一緒ですね。でまた休憩してもう一回やるっていう感じでしょうかね。90分、なんか今もう授業も100分授業に今そうですね、今年から、慣れましたか。全然慣れない。やっぱり10分違うだけでも全然集中力が持たなくて。そうですか。やっぱり
こんなにも10分間のありなしで違うんだって実感していて、その1回の授業で入ってくる内容も多くなるから、復習とかする際もやっぱりなんだかこう一つ一つの回に重みを感じるといいますか、やっぱりなんか集中が全然できなくて。あ、そうですか。そうですね、100分授業の中でこう100分間集中するためにはなんかどういう心がけていたらいいとか、なんかそれは私にも未知の世界なんですけど、ね、私は、そうですね、やっぱり90分授業で育ってきましたので、育っててっていうかもうだいぶ前にですね、あの90分授業を受けて、あとあの授業を私が担当してた時もやっぱり90分でしたので、100分は未知の世界なんですけれども、あの、まあ、他の大学、あの具体的にはあの実は外国の大学の授業をあの見学する機会がありました。でその時にあの見たのは、あの先生のそれは先生の工夫なんですけれども、あのやっぱり長い時間あの集中切らさずに聞くのは難しいので、途中で何かこの現物ですね、それ理系 の、 あの授業だったんですけれども、科学だったと思うんですが、あの実際にその、実物といいましょうか、化合物をあの、まあ、ケースに入ったものをあの回覧するというような形で、あの少しこう息を抜くような形のされてたりとか、それからあの、まあ、今だったらそれ活用できるような気がするんですけれども、あの動画をあのちょっと見せる、あの皆さんに。見せるということで、かつあの音楽がこうちょっと何て言うんでしょう、音量も大きくってインパクトのある音楽を含むような画像をですね、あの学生さんに見せて、あのちょっとこう、まあ、目を覚ますということもないんですけれども、ちょっとリフレッシュできるような、そんな工夫はあの授業をやるあの進めるサイドとしては、あのそういった工夫はあるのかななんて思いますね。はい、視覚的にも聴覚的にも少しこう違った雰囲気の刺激を与えることで生徒の集中力を保たせる、そういう工夫もされている、で、まあ、あの 現在あの最近でやるあの授業の工夫としては、あのグループワークをするとかね、はい、そういったことも考えられるかなと思いますけどね。はい、そうですよね、なんか私も以前1年生の頃の解剖生理学を教えていただいた先生が、なんか自分は大学の時に必ずその授業で絶対一つ質問を最後先生に聞くっておっしゃってて、はい、あ確かにそうすれば絶対授業の中で分からないことって出てくるから、しっかり聞いて、しかもそれを理解して分からない上でまた先生に聞きに行くと、しっかり自分の中でも身に入るし、あそういうやり方もあるんだなってことを今お話ししていて思い出したの で、 そうです、ね、ちょっと実践してみようかなと思います。はい、私の友人にもいました。あのよく質問する人だったんですね。 でもちょっとあの正直申しまして、その方はあの一番前の席なんですけれども、時々こうこっくりこっくりされてる姿が後ろから見えたんですね。 でも眠っていたのにパッと起きて質問して、すごかったわねってある時聞いたんです。そうしたら、いえいえ、あの後ろめたさがあって一番前で寝てしまって、先生に申し訳なくって質問しなくちゃと思ってしたんだっていうことをあの答えてくれて、ああいろんなケースがあるものだと思ったんですけれども、はい、でも起きるための手段を、そう質問するために頑張って起きるって考えれば、確かに 耳も入ってきますもんね。はい、それであと教員サイドで言うと、質問してもらうと嬉しいんですよね。学生さんそう思ってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、まあ、質問してくださるってことは、 まあ、ある程度はあの理解してるだろうし、ある程度はあの興味を持ってるっていうことですよね。でそれがとても嬉しいんですね。はい、だから質問してもらえると教員はとても嬉しいっていうのも学生さんには知っていただくといいかなと思います。これからたくさんわからないことがあればすぐ、はい、先生に質問しに行こうと思います。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ではまたあの充実した学生生活になりますよ。はい、はい、応援しています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ本日はこれで終了したいと思います。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。